はい、再び、穴掘りの動画であります、撮影日は2018年4月26日です、一つ前ではあの5円スロットの話題とかをしていたんですけど、まあ、実はあの特に何を話そうかっていうことを決めないままに、ゲームをスタートさせてしまったんで、まあ、ちょっと、そういう話題も、探しつつ穴を掘っていこうかと思います。で、まあ、2018年の4月26日時点で、今一番ホットなニュースのことが思い浮かんだんですけど、ちょっと私も好きな、芸能人、アイドルの方なんで、話題にするのはちょっとはばかられるなっていう気はしました。まあ、誰のことかっていうのは言わずもがなだと思うので、あえて名前は言いませんけど、まあ、悲しいですね。まあ、こういうのって結局自分の好きな人、芸能人がやったことと、時とそうじゃない時っていう時にどうしても感想が分かれちゃうわけで、できれば私はそういうことはまあ公平に語りたいなというところはあるんですけど、まあ政治の話題であっても、まあ、同じことを野党がやった時か、与党がやった時か、で、まあ気持ちが変わるっていうのはまあある程度人間だから仕方がないと思います。ネットの声を見てると、やっぱりそういう時に、お前ら、野党がやった時は静かだな、みたいな感じに、まあ、そういうような感想が出たりするのは、まあ、あると思うんですけど、まあ、私はできれば、公平な視点でありたいとは思うんですけど、まあ、なかなか難しいです。で、まあ、今回の場合は、自分の好きなアイドルの不祥事という感じなんですけど、まあ、やっぱりリスクコントロールっていうのが大事なんだろうな、という感じですね。まあ、実際何があったかっていうのは当事者にしかわからないですし、まあ、お酒飲んでたとかいうことになると余計にタガが外れた部分はあるのかもしれませんけど、でもそれ一つで自分の仕事が失われる可能性があるというのを考えると、まあ、やっぱりリスクコントロールでしょう。私のような YouTuber はまあ失うものが基本的にないので、まあ仮にもう本人バレとか、住所バレがしたところでも、失うものがないので、何ら問題はないんですけど、まあ、有名 YouTuber の人とかになってくると、もう不祥事が、不祥事がもういきなり、チャンネル登録者数とか、再生数とかにまあ関わってきたりとかすることもあるんでしょう。まあ、ただ、YouTuber でも若干女性問題とかがあったりとか、あるいはバリューとかいう、自分をこう株式に見立てて公開しようみたいな、上場しようみたいなウェブサービスで、まあ有名 YouTuber、僕はあまり見てない人でしたけど、が炎上とかしたようなことがありましたけど、まあそれでもそんなにファンは減ってたような感じがしなかったんで、まあ、芸能界と近い側面がありつつ、まあ、なんだかんだでそのチャンネル登録者数とかは、まあ、維持されるのかなと。芸能界と違うのは、YouTube のチャンネルっていうのは、まあ、それは社会通念上問題がありすぎることをすると、チャンネル登録が解除されたり、チャンネル自身が凍結したりするってこともあるんでしょうけど、まあ、芸能人がテレビ番組を失うような、そのハードな面っていうのは少ないんじゃないかと思いますね。まあ例えば、運送会社の人をチェーンソーで、脅した人とかいましたけど、その人もまあ今どうされてるか知らんですけど、まあ、少なくともそれでチャンネルが登録がまあ消えたってことはなかったと思います。ただなんか万引きしたふりをして、逃走を続けてた人の YouTube チャンネルはなんか問題のあるアカウントだみたいな感じで凍結とかなってたんで、もしかしたら基本それはやっぱり世の中法令遵守のは間違いないですから、なんか実際の社会で問題を起こした人のアカウントっていうのはまあ凍結されたりとかいう処置もあるのかもしれません。まあ、ちょっと話が YouTube になりましたけど、芸能人っていうのはやっぱり、信用と信頼で仕事をしてるところがあるので、やっぱり社会通念上、
好ましくないことをすると仕事を失うっていうのは、まああるのは、まあ当然だと思いますね。うん。今後そういうことはさらに厳しくなっていくだろうとは思いますが、うん、リスクコントロールですね。うん。人間のその本性のある部分とか、気持ちの部分っていうのは、まあ、コントロールするのは難しいというか、うん。本能というか、まあ、その、そういうもんだから、何やってもいいなんていうのは全然もちろん思いませんけど、まあ、だからこそ理性の部分でどういうふうに自分と付き合っていくかとかいうのが、まあ、大事なんじゃないかと思います。うん、すごく普通なことを言っておりますね。うん。まあ、なかなか難しいもんですよ。うん。特にこう世の中が財務省とかでセクハラの問題とかで、まあ、ある意味こう軽い言葉ですけどタイムリーな話題に、まあ女性問題というか、うん、女性問題とは違いますね。その、罪名がついてます。罪名というかその刑事罰の名前がついてますから、うん、女性問題ではという括りでは違うんでしょうけど、まあその男性と女性に関わるようなことが起きてしまったというのはまあ悲しいと言いますか、うん、悲しいというのは私の好きな芸能人の方だからっていうのがもちろんあるんですけど、こういうことをやっていて後ろからゾンビに襲われたりすると詰むんですよね。余計なことはやらないようにしましょう。うん。まあ、そんなことも考えたりしました。うん。まあ、何せ、何を話そうかと思って、決めかねたまま始めたあれなんで、次に何話そうかっていうようなことも、探り探りやってるんですけど、まあ、例えばこういう時にライブ配信だと、チャットとかが同時進行していて、何々についてどうですかみたいなことが、まあ、もしもリスナーさんから、あったりするとそのことについて語りながらとかいう感じになるんでしょうけど、まあもうそんなチャンネルじゃねえよなっていう、うん、知名度もないし、うん、知り合いが見に来てくれるかって言ったらそんなこともないだろうしっていうちょっと自虐的なことになっちゃったりするんですけど、まあこういうような雑談作業っていうのは本当は録画じゃなくてライブでやった方がいいんだろうなとは思っています。一応チャンネルに課せられたペナルティが、解除されまして、ライブ配信も一応機能的にはできるようになったんですけど、ただその、一旦ペナルティを受けた理由がですね、そのあたりの操作をミスったっていうことなんで、これはちょっと怖いなと、慎重に慎重を重ねてやらないと、うん、また同じことを繰り返す可能性もあるし、うん、何よりもそのチャンネルが登録、チャンネルが凍結してしまえば私の夢もこれ同時に、途絶えるという悲しい結論になっちゃうわけなんで、まあ、その辺慎重にやっていきたいんですけど、うん。まあ、できたら録画じゃなくてライブでやりたいなと、うん。たとえそれが見てくれる人が一人であっても、うん。まあ、アーカイブも残せますし、うん。録画でやってきてえなと、本当は思います。録画じゃなくてライブでやりたいなとは思っています。うん、ちょっとその辺の勉強は必要ですね。パチスロやってないでそういう勉強した方がいいんでしょうね、本当は。うん。まあでもパチスロ好きなんでやっちゃうでしょうけど。うん、ダメだこりゃ。いやいや、そういうことはまあさておきまして。うん。収穫物を、掃除しながら、スコップも、ちょっとこの、あれですね、幸運付きか。うん、まあいいか。ちょっとあまりにこう、石のシャベルを、こう、やるのも億劫になってきたんで、うん、ちょっと鉄シャベルぐらい作ろうかなと思ったんですけど、まあ、逆に言うと、まあ、すぐに作れるっていうのもあるんで、いっぱい作っておきましょう。はい、と。しかし、群れ太増えまくり問題を、なんとかしないと、ちょっと、そんなに性能のいいパソコンを使ってるわけでもないところに、加えて、
ここがとんでもなく、この近辺がとんでもなく重くなってくる可能性があるので、うん、あこに溜まってて、溜まりつつ増えてる村人っていうのをどっかに移動させるような算段を考えるのがいいかもしれないですね。うん。でもまあ、ハートが出てないんで、今のところこう増える要素はないんだと思いますが、うん。すごい、すごい増えた。子供だらけっていう。はい。そして知らない間にここに囲っといた農民が消えてるっていう。いや、消えてないか。こいついるのかまだ。うん。こんなに農民増やす理由はねえなっていう感じもあるんですけど、肉屋。肉屋村人だけどっかに集めたいなとか思ったりもするんですけどね。屠殺島っていう感じですか。名前がブッチャーな感じですけど。で、まあ、製図家とかもまあ、バシバシ増えてるんで、そういう人々は出てきたら、師匠島に送り込んでもいいんですけど、まあまあ、それは今いいでしょう。この辺りもちょっと水が流れっぱなしなのも、ちょっと食い止めていきたいですね。ちょっと砂を取って、今、ビーンと音がしましたけど、どこから狙われていたのか。いやー、厄介ですわ。砂はね、やっぱ下に落ちてってくれるっていうのが便利ですよね。ごくごく当たり前のことを言ってますけど。で、ここで、この水流ができ、やべえな、これ。これやばいな。どこから狙われてるのかさっぱりわからん。これなんか、油断してると死にそうな気がするんで、ちょっと注意して戻っていきましょう。ちょっとこれで収まりました。あんなところに矢が刺さってるってことは、あの辺りにいるんですね。あいつが。スケルトン野郎が。ここもこう落としていきましょう。ここでちょっと水は収まったかもしれない。まだ出てるでしょうけどね。そしてまあ、ここにも落としていって、砂がなくなりました。ちなみにこの、なぜか、水のところは、掘らないっていうのは、この、なんかそういう景色を作ってみたいという欲求でやっております。さらに、あ、そうか。いっそのこと、ここをバシッとこう、壊してしまえば、これが落ちていくわけですから、やりやすくなるわけですね。そして、ここに、トントントンと置いていけば、いずれ、今、砂利も置いてやりましょう。こうですね。
おや、これもしかして水の流れをせき止めることができたのかな。あ、できてないですね。うん、砂利で思い出しましたけど、砂利がぶっちゃけちょっと余らせてるんで、砂利をちょっとワンスタックぐらい持ってきまして、砂利でこの水止めをやってしまいましょうか。うん、村人がとんでもないことになっている。よし。砂利をとりあえず、うん、これぐらい持っていって、うん、塞いでしまおう。この村人たちをうまく誘導できたらいいんですけど、まあ、トロッコとかで無理やり運んでくんが早そうな気もしますけど、なんか、いい移動方法ができたらいいですね。いいですね。なんか普通のことを言ってしまいましたが。バンバンと。で、ここもまあ一回、あえて壊しちゃって、で、砂利を落としていくと。こうですね。で、この辺とかもあえて、落として、そして砂利を落としていく。あ、これもしかして全部水が止まったかもしれませんよ。あ、うまくいってそうと思いつつ、あっちの水はまた別のやつだろうか。いや、ここはここでなんかなってそうですね。これはまたちょっと原因が違いますね、これ。ここですか。やばい。ここもあれですね。この上の部分をあえて、ここを塞いでる部分をあえて、と思ったけど、あとちょっとだからもうやってしまおう。これただ、うわ、ダメだ。ダメだ。死んでしまう。なかなか厳しいですな。これはなんか、ドアとかを例えば、こう、一旦、あ、これで行きましょう。いやー、現実じゃありえない行動。息が苦しくなってきたら松明で塞ぐという。これ結構きついですな。しかし、なんであんなにカオスなことになってるんだろうかというくらいに。ちょっとこれはなんだかやりすぎると沼にはまり込みそうな気がするんで、ちょっとここいらで目処をつけましょうか。またおっと、なんか、お、いかん、それう
いやー、ついつい黙ってしまいますけど、ちょっと緊張しながら作業をしております。なんでこういうところに、おっと、水流がそもそもできたのかっていうのがわからんところですけど、まあもしかしたらこう TNT とかで適当なことをやってる間に息が、おぉ。いや、これで大体もしかしたら、いかん。落ち着いて。もしかしたら、ある程度、水が防げたのかもしれません。気がつけば夜になっていた。マインクラフトは面白いですね。あ、水が引いてますね。いけてますね。ちょっと夜になったのでお休みしましょう。さてさて、ちょっと話すこともなくなってきたので、ここいらでちょっと一旦動画を閉じて、次は別作業をやっていこうかと思っています。別作業というのはですね、まあご覧の通り、一応ここが拠点なんですけど、もうぶっちゃけ出入りがめっちゃ大変という問題をずっと抱えておりまして、その僕自身がなるだけこの元の村とかの形をまあ尊重しようという思想に基づいてやってたもんで、まあ建物とか側とかがなぜか残ってたりするんですね。これとかもともと村にあった建物の、この辺とかもそうなんですけど、建物の、面影をまあなぜか残していると。で、拠点もこの辺の部分は元からあった家のをそのまま使ってるんですけど、こういうところですね。使ってるんですけど、その関係で、通路と道と入り口がなんかこんなわけのわからん段差ができてるとかっていうのがあります。もうこれをまあ整地しようかなって思ってるので、引き続きの動画では、そういうことをやっていこうかと思います。雑談でした。特に雑談なんでまとめることもないんですけど、リスク管理っていうのは大事にしていきたいなと思うところです。それではまたお会いしましょう。さようなら。おや？なんとマスクマンが起き上がり、こちらを見ている。マスクマンを助けるためにチャンネル登録をしてみませんか？マスクマンは弱い絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。